こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は激突明星学園スーパーミキサーガチャですね、いきたいと思います。で、バッジが600個、そして、本赤サブ赤の方もある程度溜まっております。で、ミックスのコラボがスタジアムサクセストップもバッジ回収がなくなりましたので、この残りの枚数を全部いきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、まあ混ぜる順番は適当でいいかなと思います。とにかくまずはここはバンバン混ぜていって、どんな結果になるかっていうのを見ていければいいかなと思っています。で、600個をもともと持っているので、これを全部引き切ると120連、まあ120回の試行回数になるかなと。で、その中で SR、そして天才の入部届、まあ、この辺がどれくらい出るかっていうのを見ていきたいですね。で、SR ガチャ券は当然欲しいんですが、僕、いきなりましたね。これちょっとメモっとくか。いつもちょっと視聴者さんの方の好意でお願いしてたりするんですけど、まあ、取れるときはね、早めに自分で気づいたときにはメモれるようにしたいかなというふうに思っています。ちょっと待ってください。メモと。はい。じゃあ行きましょう。今んとこ1枚っていう感じですね。R。マジでこれ果てしねえな。指痛えんだけど、すでに。すでに指痛えんだが。すでに指痛え、私は。負けどうか。くそー、出たんだけどな、チラッと。はい、R ガチャ券。これなんか10連引けるようにしてほしいっすよね、マジで。この、ミキサーガチャ系。そうするともっとはかどるんでしょうけどね、いろんなものが。もちろん引く楽しみ一連ずつだとあるんですけど、なかなかね、こう、指がね、ついていかないというか、かなりしんどいもんがあるので、その辺お願いしますと天の声に語りかけてみるスタイル。天才の入部届欲しいなぁ、マジで。今は本当に天才の入部届が欲しいところでございます。続きいきますか。入部届ください。極みボール。なんかだいぶ少なくなってんの。だいぶ黄色のバッジ多いな。はい。ちょっと黄色のバッジを多めに攻めながら。お！あー、ゲドウね。まあ、ゲドウめっちゃ嬉しいですけど、ないんで、本当に。数もうないんで、本気で。まあ、虹玉が来たら、こういう感じで止まって、で、都度を確認していきましょう。赤い。招き猫も嬉しい。普通に嬉しいよ。黄色ゲド。オッケーオッケー。招きさん。うますぎる。で、極みボール。よさよさ。んで、で。はい、PR ガチャ券。で、はい、OK、R ガチャ券。ガチャ券結構集まりそうですね。そして、天才の入部届は、今のところゼロですね。引いた数71。で、まあ、サクセスに関しては、PG5 ランクに到達して、今のところは、こう、また次のインフレを待ちながらも、こう、なんか皆さんと楽しめるような企画やりながらの生放送をやりながら、ちょっと、また、こう、ガチ育成もね、引き続きやっていけたらいいかな、という感じで考えています。でですね。あとは、まあなんか、この5月はそんなにこう、せかせかしなさそう。まあイベントが、ゴールデンウィーク来るかなっていうのがあったんですけど、まあそれが来なかった。おーい。ナイス !2 個目。来なかったので、ちょっとまあ時間が取れるんじゃないかなという感じは思ってます。なんかその間にね、鬼の犬間にではないですが、なんかいろいろやれたらいいなというところですね。
よし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 。R ガチャ券。いやー出ねー、天才くれ天才くれ。ようやく100枚ぐらい消費した感じかな。結構試行回数えぐめだな、やっぱ。黄色。お、先駆け。うま。まあ、馬うまくないか、50か。そう、先駆けとか見ると馬って思ってしまう。まあ、やっぱり強キャラですからね、なんだかんだで。ステービルのテンプレートからは、今回、まあ、ミックスキャラたちがね、入って、外れてはしまいましたけど、まだまだ、まあ、いろんな高校で強いキャラではあるので、出たら普通は嬉しいですね。マジで高速で、高速で引く、高速で引いてくれる人募集したいぐらい。で、もうちょっとで200いく感じ？まだか、まだ370な。360。うん、まだまだちょっと先は長そうですね。で、たっ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 た。皆さんはどんな感じですか？このミキサーガチャに関しては。僕はまあ見ていただいてる通りといえば見ていただいてる通りではあります。ふぅ、くれー。天才くれ。まあ、天才くれたら本当に燃やしていきたいしな。まあくれなくても多分燃やすとは思いますが。ちょっとやりてんだよな、いろいろ。あの、天才のガチャも、まあ、引きたいなと思ってます。20連くらい。30連目の PSR に期待はできないので、まあ、20連目の PR 博士像のところまでかなとは思いつつ、カロリーバーは華麗なスルーかな、多分。おはマキシマム。出戻りです。ミキサーしたんで一回。おいいですね。連続しました、金。そういうのはなんかこう、心躍るものがあるから、ね。試行回数が100回超えたようです。100回ミキサーして、天才ゼロか。ってことは SR がまあ 2% くらい。か。ってことですもんね。で、天才はゼロと。招き猫はある程度数が出ているので、それはありがたいなというところと。うん。なかなか厳しそう。お。はい、金ゲド。金ゲドも数えとけばよかったかな。まあ、金ゲドを数えてもしょうがないか。まあ、ある程度数減って、できた感じあるな。レインボー混ぜるか。PR ガチャ券。うん、やっぱ3枚綴りで切ってるところはさすがに数なくなってきますね。おお、来た！天才来ました。ありがてえ。思わぬところで来るやん。ようやくだな。黄色から出るんだね。おお、 SR チケ、天才 SR 連発したわ。あれ、これ実は神イベだった説、裏で。裏で神イベだった説ありますね、これ。R チケ、これ天才マジ嬉しいな。はい、金毛もある程度回収できそうですね。なあ、もう今は銀、この金の玉に期待をした方が良さそうですね。天才多分これからなんでしょう。もう両手の高速術を身につけたから結構早回しはしていると思う。おお、招き猫いいっすね。よし、数が減ってきた。半分は引いたんじゃないか、さすがに。今、あと216になってますね。
さあ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 、適当に混ぜ合わせちゃって大丈夫だと思うけど、レインボーあるし。うん、マネキン猫。くそー、銀からは期待したい。マネキ、極み、あーチケか。極み、お、まあけどね。銀毛、もうちょいか。残りが150なので、あと30連ぐらいですか。いや、ここまで長かったが、まあ、天才1枚もらえただけで全然十分っていうのと、マネキンは結構数出てますね。このイベントちょっと頑張っとくべきやったな、多分。厳選でそれどころじゃなかったですし、まあその方がその人の方が多いんじゃないですかね。厳選でそれどころじゃなかった。うん、しかもこれ多分バッジ集めたら集めただけしんどかったか、多分。もう指痛いもんね、マジで。600個回すだけで。ただもう終わりが見えてきましたね。サブアカはなんかもう動画外にしようかな、これ。うん、もう動画時間が今12分来てるもんね、こっちだけで。まあ、ちょっとサブアカの数を見て考えますわ。今引きながら見れるといえば見れるので。で、もうなくなりそう。はい、ガチャ。おー、立川。まあ、普通の人は嬉しい。極みボール、終わりに近づいてきましたねと。あれ足りてね。で、サブアカの方はこれレインボー5枚でもいけるってことでしょ。まあ大丈夫だ。339ですね、サブアカの。339じゃなかったらいけるか、半分だもんね、あと。うん。まあ、いけるか。一個の動画にまとめようかな、じゃあ。まあ、二つにする意味はないと思うけど。もう十分な気もする、これで。十分見た気がする。330か。まあ、やりましょうか。せっかくですし。ありがてえ。マジ、ゲドありがてえわ。だいぶ楽なったわ。めっちゃ楽。レインボーに、おお、マジか、ありがてえわ。マジ、クソありがたい。マジ、おお、SR、イノンしかも解放できますね。イノンはまだ50じゃないので。あと5連。ありがとう。まあ、動画外でもいいな、マジで。ハイキンゲ。まあ、頑張るか、引くか。怠けずに頑張ろう。ということで、本赤は SR が2枚、3枚かな、これ。で、天才が2枚でしたと。引き続き、サバカの方に行きたいと思います。少しお待ちください。はい、ということで、サバカの方をやっていきたいと思います。スーパーミキサーガチャですね。サバカの方は本当に、まあもう明らかにスタジアムの方が個数やばいって感じになってますね。
なので、1、2、3、1、2と。この構成でいきましょう。これでいいんだよね。まあ、レインボーもあるから大丈夫やろっていう感じにするのか、ちょっとちゃんと確認した方がいいのか。まあ、大丈夫やろ。ダメかな？ダメかな？しっかり混ぜていこう。1、1。で、ここ、枯渇させます、まず。いやー、エビキャラいらんからマジで SR ガチャ券と、あとは、天才の入部届け。ここを狙っていきましょう。おーおーおーおお、そうか、まだ30回しなかっただけか。びっくりしたわ。で、次。いやー、いいっすね、サイリーさん。まあ、さすがにちょっとレイリーがいるので、ミキサの玉ですが、ありがたいですね。あ、枯渇した。はや。そんなに溜まないのか。明らかに偏ってんな。スタジアムしかしてないからね。でも逆に言えば、結構サクセスは、まあ、ちょっと厳選するだけで数溜まってたんだなとも思いますね。本赤の方。数倍以上あったんで、マジで。ちゃんと周回したら本当にいいイベントやな。で、サブアッカー、本アカの方は SR3 枚。天才が2枚。まあ、1枚ずつ出てもおかしくないぐらいの確率ですね。本アカの半分なんで、バッチが。夢を見つつ。R ガチャ券。ガチャ券をくれ。ありがとう。金ゲありがとう。普通にめっちゃうまい。天才はまあ出にくそうな感じしますね、普通に。219。着実に減っている。招きありがとう。よしよし、金魚と。あ、枯渇した。そう、レインボーうまく使いながら。いや、でも下3段になったからだいぶ楽やな。ガツガツ行きましょう。招き。こっちはまだ SR ガチャ券とか出てねえよ。ちょっとも出てねえ。まあ、なんかガチャ券の回し時だとは思うので、まあ、その辺もやっていけたらいいかなというふうに思ってます。極みボール、よし、 R ガチャ券。で、招き猫。来ない。あと、150なので30連ですか。33と。R ガチャ券。いやー、これマジで本当に10連引かしてほしい。いいですね、キング。まあ、多分確率通りだと思うので、いや、そろそろ天才と SR ガチャ券。これでもいいんじゃないの？テンション下がるわ、一人で。一人でこんなブツブツ言っててさ、テンション下がるわ。お、招きいいっすね。普通に嬉しい。あざす。でも僕は割とパワプロ
楽しそうにやる人間みたいですね。この前、パワープラーの飲み会に参加してきて、まあ、ネモさんなんかサクセスしてるとき生き生きしてますねって言われて、いやーそんな普段生き生きしてないかなと思いながら、話を聞いていたりしました。まあ、人から見た印象って結構違ったりするので、まあ、本当になんかこう、やっぱりいろんな人と触れ合っていろんな意見をもらうのは大事だなという感じがしますねっていう普通の話をしてからの、来ない。もうなくなりそうなんだけど、このマネキめちゃくそ出るな。マネキドチャ出るな。これ足りるかな ?1、2、3。大丈夫か ?3、2の比率でなくなるわけないか、さっき。当たりが出ないぞ、まったく。レインボー多め。くそ。ああ、マキシマム。マキシマム、本赤でも出た。うん、銀毛。これはなんか、収穫ありませんでしたかな。なんかそんな感じの空気を感じますね。これは収穫ありませんでしたやつかな。次ラス1じゃない？あ、これラストですね。長かった。長い戦いだった。はい、ということで、サバカの方は、大惨敗でしたという感じですね。皆さんはいかがでしたでしょうか？僕は、本赤サバカで多分900ぐらいは引いたのかな。150連以上は。150連どこじゃないか、900だったら。180連か。聞いたところ、SR が2枚。そして、3枚か。天才の届けが2枚出ましたという感じでございました。で、まあ、サクセスとか、あとは、大阪の交流会の動画もね、もうすぐ上げれると思うので、まあ、ゴールデンウィークにかけて、ちょっとこう、違った角度のね、いつものパワープロと違った角度の動画も上げていけたらいいかなという感じで考えています。ぜひぜひお楽しみにいただければいいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。